どうもです。どうもです。岩です。岩です。はい、というわけで、編集してる人、はーい。はい、というわけで、ここにいる皆さんは、まあ、編集はね、まあ、毎日ほぼルーティーンでやってて、僕らもね、まあ、編集が結構できるんで、特に花尾チャンネルはしかも、画像とかはやっぱ駆使してるわけですよ。こうなんかいろいろなんかあっちゃこっちゃ動かしたりとかして、他の YouTuber よりも、フリー素材の使い方がうまいと。でも定評があると。いうことで、今回は、フリー素材だけで、アニメの有名シーンを当てろクイズはい、ということで、もう我々ね、フリー素材マスターですから、もういかなる描写もフリー素材だけで表現できるんじゃないかということで。いや、どういうっすか、それは。はい、今回は、まあ、アニメを軸に、まあ、映画でもドラマとかでもいいんですけど、とりあえずみんなが知ってる有名なシーンをフリー素材で再現して当てれるかというものでございます。なるほどね。はい、というわけで、メイクパスポビズ。イラスト屋さん。さあ、行くぞ。じゃあ、1問目いきます。はい。それでは、用意、スタート。うまい、うまい、めっちゃうまい。はい、分かった分かった分かった。お、これ俺ですら分かったよ。おー、うてんがさん、これ、君の名はの、なのしの、みつはが祭りみたいなところで踊ってわーってやるシーンではい、はい、やるシーンで、だからその後まあ、口噛み酒のシーン、口噛み酒のシーン、そうそう、はい、正解。すごいね、だからこれは全員わかるやろなっていうのを、全員わかるな、あの、まず持ってきた初めてか、めっちゃうまい。じゃあそこまでやるんだ言って欲しかったな僕の、ただの1万円ですよ。マジで、マジです。1万円、1万円です、ただの。今の問題いきます。いきます。はい、はい。これ、これ、あ、わかった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 、なになに、わかった、これ、わかった、なになになに。やっぱ、これがな、そうっすよ、肝やな。いや、俺、このシーン再現すると、舞台とすると、うん、この中にはいないわ。これは、千と千尋の最後のシーンの、今までが、こちらが言って、こんなに喜ばないの、言ってるからって言って、この中にいるわって言って、正解、バフ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 っていうシーンでございます。あざす。俺見てない、見てない。レンガさん1問目いきますよ。急に知ってるんじゃん。知ってます。キムちょっと答えて。じゃあタイタニックの正解です。まあ誰がどう見てもタイタニックやな。でな、俺がどうしても無理やったん、ここでこのヨガの人のこれ誰これ一応やってんねんじゃ。いきますよ。はい、よーい、スタート。あ、俺もう何か分かったな。多分、あのアニメと思うねんな。ただしのタイトル当てて、うん、あ、なんか俺のやつやけど、22世紀から帰ってきたドラえもんみたいな。あ、正解。正解。これは帰ってきたドラえもんっていうタイトル。帰ってきたドラえもん、超有名な。もう帰ってきたっていうのをちょっと誰かもう行って帰ってきた、行ってこうやって帰ってきた。これでやるの。雑。はい、じゃあ次、キム君のターンで、よーい、スタート。絶対そここれでってこと。絶対さっきやん、この時点で。もうだってさっき以外ある、これ。じゃあ次のページ。それは一昔前のこと、女の子と麻雀と、もう一人の女の子の物語。さっきの冒頭。違います。え、違う、さっき。あ、違う、変。違います。この差見てください、この差。あ、なんか女の人変わってる。あ、あ、この女の子の学生時代の話。おおってことか。まあまあ、そういうことです。そんなシーン知りませんか。知りません知りませんかっていう感じで。知りません。でも合ってるんや。答え答え言って。あちが編のあちが女子っていう高校の顧問の先生がいますね。その先生が、あ、中学高校それぐらいの時代のゼロ話なんですよ。はい、次の問題は、はい、感動した話です。いきますよ。はい、はい、お、
音すげえ、うまいうまいうまい。安定の雑さ。え？ちょっとわからん。え、ちょっと。え？違います。あ、わかったこれ。はい。ドラクエ9。違います。何これ？これ。ネズミ。ネズミってのが結構ポイント大事、ね、大事。RPG 系なんかなっていう。あ、わかった。ポケモン。ネズミ。これどのシーンか分かる？ちなみにどのシーンかちょっと渋いよ。コメントしますさ、どのシーンか分かる？あのマサラタウンから出てった時にピアの大群に襲われたらピカチュウが助けてる。正解。何で知ってるかお前この初期。もうダメやで。今度はメジャーなやつ。メジャーなやつ、はい、メジャーね、はい、メジャーリーガー、はい、はい、なんで二人いるの？二人いるってのはなんで二人いるのほんまに。え、これさメジャーやろ多分これ。そうです。お、上二人は五郎くんを励まそうとしてる。なるほど。あ、まだまだピッチャーやりたいって言ったけど、この灰原愛に無理やって言われて、はい、あ、わかった。なかなかお父さんが帰ってこない五郎を慰めてる。いや、五郎のお父さんはデッドボール頭に受けて行っちゃったんですよ。それが結構重要。あ、じゃあこの子もデッドボール受けたんや。ボールがもう怖いよってなって、この子が殴り合って全然痛くないよ、五郎くんって言ってるシーンさ。狂気的すぎだよ。あ、自分が当たった、自分が当ててしまった。あ、そっちや、そっちです、そっちや。自分が当ててしまって、いや、痛くないよって殴り合って。あー、バットで試合でデッドボール当てちゃって、うん、ボールが投げられなくなっちゃったんですよ。それでちょっとずつ慣れてきて投げれるようになってきたんですけど、うん、外角しか投げられない。バッターに近い球が投げられへんってことなんですよ。あ、だから2人置いてる。だから2人いるんですよ。あ、そういうことか。2人いればこれでもう、なるほど、ね、真ん中しか投げるとこねえだろって言って。ああ、なるほど、なるほど。これめっちゃいいシーンやな。確かに。めっちゃいいシーンやこれ。いや、めっちゃいいシーン。殴り合って、殴り合って、殴り合って、殴り合って。いいシーンって言ったじゃないですか、最初に。めっちゃいい。はい。はい。ネクストコナンズヒント。超簡単。超簡単。え？これもしかして？もしかして？あー、これもしかして。レンガさん直前に言いましたけどね。え？ネクストコナンズヒント。これの作った最終問題出します。最終問題いきましょう。せーの、ドン。結構すごい話やんなこれ。これはね、多分ね、誰もが大好き。てかさっきも出てきた。さっきも出てきた。大好きなんかこれ。名探偵コナンの第1話、ジェットコースター殺人事件。正解。確かに分かるわこれ。でもね、あの時のジェットコースター8人乗りってことだよね。あ、そうなんです。シュールね。ピッてこう。それは、それは分かるわ。分かるわ。それは面白い。